はい。今日はね、久々の動画投稿で、これ、ネオジオミニを、まあ、このレノボの G500 のノートパソコンにつないで、まあ、このモニターモードで、まあ、携帯をしながら、まあ、持ち運びをしながらね、なんだろう、HDM モニターを、まあ、持ち運びとかしないでもできるのかっていうのをちょっとやって、見ていきたいと思います。で、まあ、一応この VGA だっけ ?GVA だっけ、この端子、ここだね。まあ、一応ここに、まあ、端子を挿すのに、まあ、えらいわちゃわちゃ。まあ、これがネオジオミニで、まあ、これは買ったやつ、デラックスコンピューターケーブルの、まあ、出力端子が、準備をしたのはネオジオミニと、まあ、一応この HDMI の、まあ、ケーブルだね。これ裏見ると任天堂って入ってます。でもね、使える。はい。まあ、あとはこれをつないで、うん。まあ、一応電源はつくね。まあ、一応つけておき、はい。じゃあ、あとはちょっとこれをつないでいきます。まあ、まずは、この、まあ、一番の根っこのところ、これ、ミニ、ネオジオミニは、HDMI じゃなくて、ミニ HDMI の端子なんだよね。なので、100円の、で買ったこれ。変換アダプターのオスとメスがあるんだけれども、この、ちっちゃいオスの方じゃなくて、メスの方ですね。ネオジオミニで使うのは。はい。で、そしたら、これとこれを、つなぐ。ほい。まあ、ネオジオミニを、レノボ G500 のノートパソコンでは、僕がやった感じできません。まあ、なんかいいアイディアください。まあ、いいアイディアは、まあ、HDMI モニター変えっていうのは、来そうで、まあ、まあ、なんとなく分かってるけど、それが分かってたとしても、まあ、うん。やってみたいからやってみただけさ。ではでは。